動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。前も放送で言ってましたけども、うちのおばあちゃんペンギンが、祖母ペンがですね、絶滅しましてですね、ここでこれで祖母ペンというものは、おらんくなりましてですね、なのでちょっといろいろ忙しいんですよ。だからポッドキャストだけはちょっとやる時間があったんで、これは更新しとこうかなと思って、っていうか昨日引き続きって言ってそのまま喋らないのもなんだなと思ったので、で明日は多分っていうかもう多分放送できないので、そこら辺をご了承いただければなと思いますので、よろしくお願いします。ほんで特に祖母ペンに関して喋ることはなくて、もう生放送中に言いましたんでですね、生き物というか家族が一人いなくなるってどういう気持ちなんだろうなという感じですけどね、まだなんかあまり実感がないんで、そんな感じでございますけども、はい、なことでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。昨日のニュースと逆の話でございますわね。家畜が逃走、野生化したヤギ100匹超、食害で崖崩れも、世界自然遺産の沖縄西表島、生態系を崩す恐れ。奄美大島、徳之島、沖縄北部および西表島が、世界の自然遺産に登録されてから26日で、1年を迎えた。沖縄県の西表島では家畜のヤギが野生化した野ヤギが生息数を増やし、固有植物の減少や生態系の崩れが危惧されている。環境省の調査によると、島に定着した野ヤギは推定100匹以上、多いですね。県は今後防除の優先度が高い重点対策種に指定し、駆除に取り組む見通しだ。早ければ9月に試験的な捕獲を実施するということですね。銃でバーンって撃つのではなくて、まず捕獲をするということですね。ヤギは1年に2回出産するなど繁殖力が高く、国際自然保護連合 IUCN は世界の侵略外来種ワースト100に指定している。西表島では家畜として持ち込まれた個体が脱走し、野生化した可能性が高い。環境省は西表山猫のモニタリング調査のため、島内全域に約30カ所のセンサーカメラを設置している。野ヤギの出没が確認され始めたのは2017年頃から、特に島の東側で多く群れも見られる。野ヤギの分布調査を経て20年度からは、竹富町の猟友会と協力して緊急的な捕獲に乗り出した。同年は3匹、21年は61匹を駆除した。でも駆除はしてますね、ちゃんと。沖縄と、同時に世界自然遺産に登録された鹿児島県奄美大島でも野ヤギの定着は問題になり、食害によって崖崩れが発生した事例も報告されている。土壌が海へ流出するとサンゴなどの海洋生物にも影響が及ぶ。西表島には貴重な植物種が多く、食害や踏みつけで被害を受けかねない。環境省西表自然保護官事務所は、生態系が崩れれば食物連鎖の頂点にいる西表山猫にも影響が及ぶ可能性があると危機感を示した。そうですね、ヤギが増えることによって植物がいなくなってしまう、貴重な植物、しかもこの西表島っていうのは、本当に、貴重な植物っていうか、本土では見られないような生き物だったり植物がいますからね、そういったものが食べられてしまう。あとはやっぱりヤギは山猫よりでかいですから、捕食したりできませんからね、これがまたちっちゃい生き物だったらば山猫が捕食したりするのかもしれませんけども、そういうわけにはいかないで、ヤギがどんどん繁殖して、その島の頂点に君臨してしまうっていうね、いう影響があるんじゃないかなっていうところで、対策をたくさんしてますのでですね、そこら辺は大丈夫かなと思いますけども、やっぱりその昨日話した管理されたヤギっていうのが手から離れたりとか、監視外になってしまうとこういうことが起きかねないっていうのはしっかり把握しておかないといけないですし、やるのであれば、もうこれ成功した、やったっていうのでどんどん広げていくのではなくて、こういう事例も加味しながらしっかりと
対策を取っていくっていうのが必要になってくるんじゃないかなと私は思いますのでですね、昨日行った町もそうですし、他の地域もそうですね、生き物を使ってどうにかしようみたいなこんな甘い考えっていうのはなかなかうまくいきませんから、どうすればうまくいくのかっていうのを常に考えながら、動物たちと共存していってほしいなと思います。ということでございまして、今日のニュースは野生化したヤギ100匹超、食害で崖崩れも世界自然遺産沖縄の西表島ということでございました。